どうも、クソデブです。皆さんは、このケモノフレンズ3で、この衣装、ただのオシャレとかだと思っていませんでしたかね。これびっくりしましたね、この機能。ですね、これを、ここを押すと、はい、衣装効果っていうのが出るんですね。で、これ、星6になって、この衣装を手に入って、んで、これ能力上がるみたいなんですよ。これびっくりしたわ、俺、今日初めて知った。こんなのあるんですね。だったらもうこれ、ね、ヒグマ今この状態のままだったんですけど、今までも。これでいきますよ。あ、そうなんですね、これ。もう全然わかりませんでした。まあ、ほとんどのキャラは今星6の衣装を着てますからね、多分、これは無意識だったんですけどね、もう知らずにそれ着させたんで、うわ、これびっくりした。で、まあ、確かロイヤルこれね、星6の衣装じゃないと思うんですよ。ちょっと待ってください。これで、そうそうそう、これが星、左がね、あ、低い！こっちが低いんだ。あ、じゃあだったらこっちに着替えさせよう。あ、そうなるんですね。で、これ、あれ ?300、150、75、何で？ん？これ、あ、違う！これ、衣装、効果、合計って書いてあるわ。あ、だから手に入れたらもう能力上がってるんだ。あ、そういうことなんだ。うわ、今、これは今知ったわ。これも今知ったし、もうなんだこのゲームすげえな。こんなとこまでちゃんと能力上がったりするんだ。あれ？じゃあさ、これ、おしゃれメダル結構集めた方が大事ってことか。ただのおしゃれじゃないんだ。あ、そういうことなんですね、これ。あ、じゃあみんななんかそういう体調服とかそういうのに引き換えさせても、まあ星6になっちゃえばもう自然、もう自動的に効果上がってるんだ。これは知らなかったわ。てか、多分俺だけなのかな、知らないの。わからないですけど。ってことは、今、おしゃれメダルがね、今5枚なんですけど、これ全然ね、意識してなかったんですよ。今まで全然集めようとしてなかったんですよ。っていうのも、おしゃれに、あんまし俺興味持ってなかったから、まあ、それ言っちゃえば現実でも、今まで服なんて必要だから着るっていう主義だったから、おしゃれ興味なかったんですよね。まあ、最近はね、自分の人間性に合った服装を選ぼうとか意識してるから、まあ、このゲームでもしっかり見習っていきましょうかね。現実でも強くなれそうだから。はい、ということです。今回はこれで終わります。すいません。いやー、このゲームはまだまだ奥が深いわ。